メヒョウビクセンは1968年に公開されたラスメイヤー監督によるアメリカ合衆国の風刺ソフトコアセクスプロイテーション映画セックスシーンが X 指定を受けた初の映画でありメイヤーに大躍進をもたらすヒット作となったメイヤーとアンソニー・ジェームズ・ライアンの原案から膨らませエリカ・ギャビンがヒロインを演じた出会う人間を片端から性的に誘惑する 性欲過剰なビクセン・パーマーの危険な暴走を描く。物語は、近親相関や人種差別などのタブーをもあっさりと打ち砕く。カナダ北西部の奥地で、セスナキを駆使して、ガイドパイロットを営む夫トムと暮らすビクセン・パーマー。性欲を持て余すビクセンは夫を愛してはいたが、トムが仕事で山に向けて出発するとすぐに退屈して、しまうと浮気をしている。バイセクシャルである彼女は、 夫が顧客として連れてきたデーブとジャネットという若き、キング夫妻を個別に誘惑する。当初夫を寝取られ、堅物のトムにも拒絶されたジャネットは、欲求不満が爆発するが、彼女もビクセンと関係を持ったことで解消する。またデーブがビクセンに悟され夜はジャネットを抱いたので、夫婦関係も良好な状態に戻った。キング夫妻が去った後、 実の弟でバイカーのジャットをも誘惑して強引に関係を持つ。ジャットにはナイルズという同じくバイカーで黒人の友人がいたが、ビクセンは人種差別主義者であり、スイカでも食べてればといった部別的言葉を投げつけるなど、ことごとくナイルズと衝突していた。ジャットは、本当はナイルズに抱かれたいと思っているんだろう。と姉を挑発する。 ジャットに焚き付けられたナイルズはビクセンを犯そうとするが、トムが新しい客を連れて戻ってきたため未遂に終わった。新しい客は、オバニオンという共産主義者でナイルズにキューバに行くことを勧める。彼はトムのセスナきでキューバに亡命するつもりだと語った。トムを脅すための拳銃をオバニ、オンが見せると、最初は気のリウスだったな、イルズも心を動かされていく。 嫌がるビッグセンを説得してナイルズもオバニオンと共にセスナに登場した。オバニオンは上空でトムに拳銃を突きつけハイジャックを試みるも機内で言い,い争いが勃発し、結局オバニオンも黒人を侮別していることが露見する。ナイルズがオバニオンに襲いかかり、トムがスパナでオバニオンを混沌させた。ナイルズは拳銃を奪ってトムを脅すものの説得され、 着陸後ともに拳銃を渡して去っていった。別れ際に少しだけビクセンと打ち解けた様子が見られた。最後にその場で新しい客の夫妻が紹介される。仲睦まじく近づいてくる夫妻を見つめるビクセンは、早速下なめずりを始めるのであった。エリカ・ギャビンはメイヤーの他の映画に出演した女性と知り合いのクラブダンサーであった。目標ビクセン出演者の募集広告に応募し、 キャスティングされた。メイヤーは思い切って主演女優が決まらないままビクセンのロケ地に向かった。それを探し出すために信頼できる部下二人を残してね。常にこの作業は難しい。しかしエリカは好奇心旺盛だった。体は君が知っている通りさ。彼女は他の候補者のような放狂された胸ではなかった。と振り返った。撮影は カリフォルニア州ミランダで行われた。撮影中、助監督のジョージ・コステロはギャビンと関係を持ち、その結果コステロとメイヤーの業界内での関係は終わりを告げた。メイヤーはギャビンと弟とのセックスシーンは前編中で最高だった。彼女は私がこれまでに達成したことのない本能レベルのクオリティを実現した。本当に素晴らしい仕事だった。 私は多くの破天荒なセックスを描いてきたが、エリカと弟のシーンには注目に値する何かがある。それは本当に私が好きなセックスを表現している。と述べている。映画は大きな興行収入を上げた。メイヤーは後に当時はとてもおおらかだった。功績の多くはエリカ・ギャビンに返せられることは間違いない。彼女は女性をも魅了する資質を持っていた。 実際に女性が大量に来館した、と語った。メイヤーは後にさらに詳しく語った。極めて多くの女性が自身の人生において何度かビッグ戦のように振る舞いたいと望んでいたと思う。一度の午後に三人の男が親しい女友達と浮気をすることは多くの人々を興奮させるだろう。彼女が触れたすべてが進化した。彼女は破壊はせず救ったのだ。 身を結ばずに終わりそうな結婚があったら彼女は何かを注入してより良い方向に向かわせるだろう。いつの時代でもビクセンのようなアグレッシブな女性に出くわすことはすべての男性にとって十分に楽しいことだと思う。彼女はスイッチヒッターのようだった。あなたには彼女がすべてのポジションをこなす万能外野手のように見えただろう。メイヤーによれば 映画でセックスを描写したのは人種差別や共産主義について主張するためであった。ロサンゼルスタイムズは大人にとって綺麗で楽しい。メイヤーとしては今までで最高の映画かもしれないと評した。ニューヨークタイムズは女性なく戦場的と評した。ロジャー・イーバートは典型的なラスメイヤー映画。 映画を明るく荒々しく保持するメイヤーの能力は人々が初めてヌード映画で見たセックスから一線を隠した。メイヤーは題材を支配するほどのオープンでダイレクトでユーモアのある演出スタイルを開発した。彼はとんでもなくバカシー対話を好んで使った。明らかに冗談めかしたキャラクターは信じられないほど誇張されてステレオタイプ化されており最も恐ろしいシーンでさえ 客観的に眺めることができた。ビクセンは優れたヌード映画であるだけでなく、ジャンル全体に対する容赦のない風刺であった。といった、ありがとうございます。